ごめんなさい、昨日ちょっと食べ過ぎちゃって動かない。すいません。痛みありますか？大丈夫です、麻酔が効いてるんで。それではこれより神経の採取に入ります。はい。え、神経、神経を採取？詳しい病状は実際に神経と筋肉を切除して検査しないと分かりません。この間説明しましたよね。すいません、神経を採取っていうのがピンとこなくて。痛いので嫌でもピンときますから。はい。え、ちょっと待った。はい。痛いんだったら麻酔してください。できません。先生は僕のこと嫌いなんですか？神経と筋肉には麻酔は使えないんです。我慢してください。嫌です、麻酔してください。ベッシュとハサミ。はい。ちょ、マジ怖いっす。ちょっとお願いします。待って。そんなもん待ったら一生検査できない。すぐやりましょう。大丈夫、これ以上痛い手術ありませんから。そう、やった後に言ってほしかったです。あの、やっぱり行きます。いってぇ。パパ、おっす。うわぁ、いし。はい。ん、ニュー、明日運動会か？うん、明日病院来れないかも。あ、いいよ、明日うちの親来るって言ってたし。検査の結果って明日？そっか。ミュウ、明日かけっこ頑張るんだよ。うん、一番になる。何番でもいいから頑張るんだよ。ああ、俺も出たかったな、親子リレー。来年出ればいいじゃん。ねえ。そっか、よし、じゃあ来年に向けて体作っとかないとね。そうだね。パパのアイヨが早く良くなりますように。ささみしようかな。スミソ、セロリ、そうめん。岩出さん、今日も頑張ってますね。うん、結婚してくれる？あれ、見学ですか？あ、はい。タコ、ここにいたのか。あ、先生がお呼びだ。山口さんはギランバレー症候群ではありません。慢性炎症性脱髄性多発神経炎、 CIDP と呼ばれる病気です。それは？末梢神経に脱髄が起こり、両手両足の先端からしびれ始め、感覚異常や運動障害が起こります。よくわかりません。神経を電線に例えるならば、電線を取り巻いているゴムの部分が破れ出し、最終的にはその中身、神経そのものが壊れていってしまう病気です。それはどうなるんですか？手足が動かなくなったり、呼吸障害や食べ物を飲み込むことができなくなるかもしれません。排泄機能に麻痺が起こる可能性もあります。ただ山口さんは現在のところ両手足の麻痺で病状が収まっていますので、これ以上病状が進行しないように治療に専念しなければなりません。僕、ギランバレーって言われたんですけど。ギランバレーと症状は大変よく似てるんですけれども、 CIDP は慢性的な病気です。つまりこれからもずっと付き合っていかなければならない病気です。現在のところ完治させることはできません。ハヤトはもう歩けないんですか？以前のより歩くのは難しいでしょう。
ミュー転んだ。私に似て運動音痴みたい。もしもし。あ、もしもし、あや。うん。みは寝た？うん、なんか疲れたみたいで爆睡してる。そっか。みゆに俺の走る姿見せてやりたかったな。来年見せればいいじゃん。100メートル10秒切っちゃえ。ごめん、無理かもしんない。冗談よ。どうかした？俺さ、ギランバレーじゃなかったんだ。え？なんかもっとヤバい病気みたい。治らないみたい。どんどん悪くなってくんだって。嘘だよね。嘘だったらいいんだけどな。参った。嘘だよね。ミュは怪我してない？膝をすりむいただけ。大丈夫。そっか、よかった。ハヤト。ん？なんで？なんで治んないの？医者じゃないから分かんないよ俺は。ごめんな。来年の運動会も出れないや。ミュー悲しむだろうな。こんなことになるなら会社休んでても美をいろんなとこに連れてってやればよかったな。いつもの冗談なんでしょ？冗談って言ってよ。こんな笑えない冗談言わないよ。言ってたっけ？なんで、なんで会えたの？なんでなんだろうな。ごめんね。でも俺は大丈夫だから。心配しないで。お願いだから。大丈夫だから。俺は幸せなんだろうな。こうやって話聞いて泣いてくれる人がいるんだからさ。泣いてない、花粉症なだけだもん。そっか、そっか。今日は寝るね。切るよ。うん。おやすみ。おやすみ。
けてくれてありがとう。お礼に竜宮城へ案内します。僕の背中に乗ってください。亀はぐんぐん海の中へ潜っていきます。あ、ごめんごめん。しばらく。やと。お。おはよう。おはよう。それでは今後の治療方針について説明いたします。よろしくお願いします。免疫機能を抑えるためにステロイド剤を投与していきます。大きな効果が期待できますが、いくつかの副作用があります。例えば、胃潰瘍を起こしたり、感染に弱くなったり、ニキビやむくみ、いわゆるムーンフェイスになる可能性があります。そうですか。リハビリとステロイド投与を並行していきましょう。はい。あの先生笑わないので有名なんだって。へえ、そうなんだ。結婚してんのかな。どうなんだろうね。今飲んだよね。見なかったことにしよう。今口さん、点滴のお時間ですよ。はい。あや、幼稚園お迎えの時間でしょ。あ、そうだね。もうパパの愛を早く治してくださいって言ってるでしょ。まったくもう、なんで聞いてくれないの？ミュウ、神様に怒っちゃダメ。ステロイド打ったら、なんか元気出てきたよ。パパ？うん。パパも元気で頑張ってるよ。そっか。明日もっと元気になるといいね。そうだね。ミュウが今度パパの絵描いて病院持ってくんだって。勘弁してくれよ。こらこら、亀をいじめちゃいけないよ。子供たちは帰っていきました。さあ急いで海へお帰り。すると亀が言いました。助けてくれてありがとう。お礼に竜宮城へ案内します。僕の背中に乗ってください。亀はずんずん海の中へ潜っていきます。しばらくすると水の向こうに竜宮城が見えてきました。あ、じゃあちょっと休憩しましょうね。佐藤さん、今度デートね。でんでん虫かよ。結婚してたな、お前。あ、どうも。俺は脳血栓2回やって、その割に動く方だ。あ、はい。あの、
おしっこ飲んでるんですか？は？いや、だってこの間おしっこあ、これね、酒飲んでる。え、これで酒飲むとうめえぞ。医者の前を酒を持って歩くあの快感もたまらんし、そんでな、こぼしちゃいけないっていうプレッシャーでリハビリの効率もアップするってわけよ。バレたらヤバくないですか？たまに本物持って歩いてるから大丈夫。岩出さん、サボってちゃいけませんよ。すんません。本当は岩井で岩出じゃないっちゅうの。岩山の岩に出口の出で岩井で、間違えんなよ。まあ佐都ちゃんは可愛いから許すけど、彼女が俺と結婚したら自分の名前になるわけだし、必然的に覚えるだろうからな。お前は？あ、山口です。よろしくな。ステロイド投与を始めて1週間、僕の体に変化が起きた。あ、先生。キャップ。黒瀬です。ご主人のところへ。はい。顔見ても驚かないでやってください。え、大丈夫か？ステロイドの副作用だって。パパどうしたの？ママだよ。顔がパンパン、パパがパンパン。パンパンマンだよ。顔は食べられませんよ。パンパンマンだって。パンパンだね。違う。私らもどうしたらいいかわからんのです。突然こんなことになってしまって。ただこのままではあやさんにもっと大変な苦労をかけることになるかもしれない。それだけは私どもも避けたいと思っています。どういうことですか？あやさんが幸せだと思う道を選んでください。あやさんのこれからの人生を息子で縛りたくないんです。無責任なことを言って本当に申し訳ない。私は隼人さんと一緒になったことを今でも後悔していません。これからだってそうです。大丈夫ですから。昔々、浦島太郎が海へ行くと、子供たちが亀をいじめていました。こらこら、亀をいじめちゃいけないよ。子供たちは帰っていきました。もう寝なさい。さあ急いで海へお帰り。苦しいですね。ラインカレー。はい。ちょっと胸の音聞きますからね。点滴始めますからね。かなり体力消耗してるが、ステロイドの量を調整してみましょう。ステロイドが効かないということがこの病気にとって何を意味するのか。僕は絶望への